S-26 は、アメリカ海軍の潜水艦、S 級潜水艦の一隻。S-26 は1919 19年11月7日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムシップビルディング株式会社で寄港した。1922年8月22日に、カルロスビーン夫人によって、命名、浸水し、1923年10月15日に、 艦長エドマンド W バーロー中尉の指揮下収益した。収益後は1923年から25年まで、コネチカット州ニューロンドンを拠点として、作戦活動に従事する。1924年1月から4月まで、セントトーマス島とトリニダードを訪問し、4月27日から1925年5月30日まで、ハワイを訪れた。 カリフォルニア州の様々な港、主にメアアイランド、サンディエゴ、サンペドロから S-26 は1927年から30年まで毎年夏にハワイを訪れた。1927年5月及び1929年2月にはパナマ運河地帯を訪れている。1930年12月1日にサンディエゴを出港し、12月12日に 新珠湾に到着する。その後1938年まで新珠湾で任務に従事し、1938年10月15日に帰還1939年3月25日にニューロンドンに到着した。4月15日に限定収益状態となり、1949年7月1日に完全収益状態に復帰した。ニューロンドンでの任務及び、 ワシントン DC での水素テスト後、S-26 は1941年12月10日にニューロンドンを出港し、12月19日にパナマのココソロに到着した。1942年1月24日の夜、パナマ湾で苦戦停 BC-460 が衝突し、S-26 は46名の乗組員と共に沈没した。3名が生き残り、 S-26 の戦隊は引き上げられなかった。ありがとうございます。